唐津市ニュースの時間になりました。はじめに本日のニュース項目です。住民の生の声を聞き、地域の課題やニーズを把握するため、峰達郎唐津市長が各市民センターで執務を行う第8回ふれあい市長室を11月27日、鎮西市民センターで開きました。ふれあい市長室は、各市民センターに市長室を移して、峰達郎唐津市長が地域のさまざまな課題や潜在的なニーズについて市民と意見を交わし、その声を市政に反映させるものです。第8回となるこの日は、鎮西市民センターで開き、参加者からは、地域でも市道の除草作業を行っているが、雑草の伸びが早いので、市の除草作業頻度を多くできないかや、数年前に斎場の統合の話が出ていたが、鎮西地区には離島もあり、利便性を考えると、現在ある斎場については、これまで通り存続してほしいなどの意見が出されました。今年度のふれあい市長室は今回で終了しましたが、市では今後も市民の皆様の意見に耳を傾け、より良いまちづくりに努めていきます。唐津が誇る日本近代建築の父、辰野金吾が監修した県指定重要文化財、旧唐津銀行の来館者数が、平成23年3月のリニューアルオープン以降、40万人を突破し、11月27日に記念のセレモニーを行いました。40万人目の来館者は、佐賀市から観光で唐津を訪れた田中直文さんと弘子さん夫妻です。田中夫妻には、経済観光部の西山副部長から、唐津焼の湯飲みが贈られました。現職の頃、唐津に勤めて、5年ほど勤めてたんですけど、まさか、こういう40万人ということで、とっても驚きと喜びでいっぱいです。温泉に入りたくて、浜玉の温泉に昨夜お世話になって、今日唐津の街をぶらっと見せていただいてます。ずいぶん昔の建物なのにおしゃれだなと思いました。シャンデリアとかこういう手すりのところとか素敵です。本町にある旧唐津銀行は、東京駅や日本銀行本店などを設計した唐津出身の建築家辰野金吾が監修し、明治45年に完成した洋風建築物で、平成9年に銀行としての営業を終え、唐津市に寄贈されました。平成14年に市の重要文化財に指定し、平成20年度から3年の保存修理工事を経て、平成23年3月から一般公開を行っていて、オープン以来、年間およそ4万人が訪れる観光スポットの一つとなっています。人権擁護委員として長年人権啓発活動に尽力されている2人が法務大臣表彰を受賞し、11月27日、市役所で伝達式が行われました。法務大臣表彰を受賞したのは、人権擁護委員の伊藤博さんと松竹元子さんです。式では、佐賀地方法務局の阿部誠二局長が、伊藤さんと松竹さんに表彰状を手渡しました。引き続き、阿部局長と柴田明副市長が挨拶し、二人の功績を称え、今後の活躍に期待を寄せました。伊藤さんと松竹さんは、人権擁護委員として10年以上、
さまざまな人権相談や子どもたちへの人権教育などに積極的に取り組んでいて、今回は長年の地域に根ざした人権擁護活動が評価され、法務大臣表彰を受賞されたものです。この賞は、今後、人権擁護活動にますます精進するようにという、激励というふうに受け取りまして、今後の委員活動に邁進してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。今まで自分が勉強して自分も成長させていただきました。で、それをもう少し自分の余生ですね、皆さんに何かの時に貢献できたらいいなというふうに思っております。世界各国の高校生が環境や貧困などの問題に対して意見を交わすチェジュ国際青少年フォーラムが11月27日から3日間開催され、唐津の高校生がオンライン会議システムを使って活発に意見を出し合いました。このうち28日は南城内の旧大島邸でディスカッションが行われ、市内の高校生4人がテーマに沿って英語で意見を出し合いました。今年で11回目となるフォーラムには、韓国チェジュ特別自治道、チェジュ市、ソギポ市と友好姉妹都市を締結している12カ国の高校生143人が参加しました。フォーラムは環境や貧困など世界が抱える課題の解決策を高校生の視点で探ってもらうとともに、世界の仲間とのネットワークを形成してほしいとチェジュ特別自治道が開催しているものです。例年ソギポ市で開催されていましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響でオンラインでの開催となりました。唐津市の高校生は、コロナ禍に伴う遠隔教育で学習ギャップをどう埋めるかをテーマにし、チームでディスカッションに参加し、海外の高校生と意見を交わしました。ディスカッションでは、発信される情報をただ受け取るのではなく、自ら進んで関連情報を集めていく必要があるのではないか、学習意欲を高めるため、自宅ではなく感染症対策を徹底した教室で学習を行うべきではないかなど、活発に意見を交わしていました。JAF 全日本ラリー選手権のサミーツールド九州2020 in 唐津が11月27日と28日の2日間、市内の林道などで開催されました。レースは大地町や伊万里市の林道などを走る総走行距離およそ304キロのコースが用意されました。大会最終日の28日は、全国から参戦した53台のラリーカーが春のボートレース唐津駐車場に集結し、ドライバーたちは伊万里市にある林道、大川雅山線に設けられた特設コースへと出発し、タイムトライアルに挑みました。全日本ラリー選手権は、今年度、北海道や愛媛県など、日本各地で10レースが予定されていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、4レースのみの開催となりました。今年度最終戦となった唐津での大会では、ラリーカーが国内トップレベルの運転技術を披露しながら、迫力あるスピードでコースを走り抜け、優勝を目指していました。続いては唐津市からのお知らせです。
育て支援課からのお知らせです。皆さんは189という相談ダイヤルをご存知でしょうか。これは24時間地域の児童相談所につながる全国共通の番号です。身近でもしかして児童虐待ではと思ったらすぐにお電話をお願いします。児童虐待にはいくつかの種類があります。殴る、蹴る、叩くなどの身体的虐待、子どもへの性的虐待、乳幼児を家に放置する、食事を与えないなどのネグレクト、言葉で脅す、無視する、兄弟間で差別的な扱いをするなどの心理的虐待です。児童虐待は社会全体で解決すべき大きな問題です。子どもたちの SOS を見落とさないでください。いつも子どもの泣き声や保護者の怒鳴り声がする、不自然な傷や打撲の跡がある、衣服や体が汚れている、落ち着きがなく乱暴、表情が乏しく活気がない、夜遅くまで一人で家の外にいる、また保護者の行動にも児童虐待のサインが隠れています。地域などと交流が少なく孤立している、小さい子供を家に置いたまま外出している、子育てに関して拒否的無関心であり強い不安や悩みを抱えている、子供の怪我について不自然な説明をする、皆さんの電話で救われる子供、助かる命があるかもしれません。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。児童虐待に関する情報提供を受け付ける番号は局番なしの189、局番なしの189、いち早くと覚えてください。携帯電話からの利用も可能です。24時間お住まいの地域の児童相談所につながります。ご連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は固く守られます。このほか市役所子育て支援課家庭児童相談室、電話 53-7181、 佐賀県北部児童相談所、電話 73-1141 でも受け付けています。また相談専用ダイヤル0570-783-189、 悩みいち早くが開設されました。あの子もしかしたら虐待を受けてるかもしれない、子育てが辛くてつい子供に当たってしまう、近くに子育てに悩んでる人がいる、このような時にはすぐに局番なしの189にお電話ください。以上、子育て支援課からのお知らせでした。地域の一人暮らしの高齢者に心温まる手作り年賀状で新年を迎えてもらおうと、港小学校の児童が12月1日、版画で制作した手作り年賀状を完成させました。港小学校では、いつもお世話になっている地域の高齢者に、明るい気持ちで新年を迎えてもらおうと、毎年5年生と6年生が版画で年賀状を制作しています。版画教室では、公民館などで絵手紙の指導をしている前川博さんを講師に迎え、先月から3回に分けて児童たちが作業を行ってきました。今年は来年の干支にちなみ、牛を題材にした版画の制作に取り組んでいて、最終日となったこの日は、版画用のゴム板に児童が思い思いに彫った牛の絵に、絵の具を使って仕上げをする多色刷りに挑戦しました。
児童たちは前川さんから、高齢者が喜んでもらえる温かい版画にしてくださいとアドバイスを受けると、色の組み合わせなどを工夫しながら、オリジナルの年賀状を完成させていきました。児童たちそれぞれの心温まる思いが詰まった年賀状は、地域の高齢者に送られます。ちょっと失敗したけど、きれいにできました。一人暮らしの人たちに心を込めて作りました。嬉しいと思ってほしいです。年賀状できたよ。国際ソロプチミスト唐津が社会貢献活動の一環として12月1日、鏡中学校に本の購入費用を寄付しました。鏡中学校を訪れたのは、国際ソロプチミスト唐津の井上茂子会長など3人で、学校図書の購入費用として5万円を生徒代表の3人に手渡しました。井上会長は、皆さんが興味のある本を買ってくださいと話し、寄付金を受け取った生徒は、全校生徒が楽しめるような本を購入し、多くの生徒が図書室を利用するようにしたいと感謝を述べました。国際ソロプチミスト唐津では、図書購入費の寄付を平成3年から市内の小中学校を対象に毎年続けています。鏡中学校では早速本を購入する予定だということです。年末年始の事件や事故を抑制しようと、令和2年唐津警察署年末特別警戒隊の出発式が11月30日、双子三丁目の唐津警察署で行われました。出発式には唐津警察署の職員31人が参加しました。唐津警察署では、年末年始に増加する金融機関やコンビニエンスストアなどを狙った強盗、飲酒運転などの事故を未然に防止しようと、毎年年末特別警戒隊を編成しています。式では唐津警察署の福島博人署長の訓示に続いて、年末特別警戒隊の三宮和夫隊長が力強く決意表明を行いました。これは犯罪抑止、年末における唐津及び県会長の地域住民の安全安心を実現するため全力で警戒に当たります。年末特別警戒隊はこれから金融機関やコンビニエンスストアなどを重点的にパトロールし、市民の安全安心な街づくりに努めていくということです。続いて市内の風景などをご覧いただきます。今回は清和小学校鼓笛隊による交通安全啓発パレードの様子です。交通安全が進むように、そして事故がゼロになるようにということで、しっかりと演奏を行ってください。令和2年度農事功労者表彰、
緑白樹有効賞を受賞した旧良木町の柿農家チキタ正蔵さんが12月2日に市役所を訪れ、峰達郎唐津市長に受賞の報告をしました。市役所を訪れたのは、農事功労者表彰緑白樹有効賞を受賞したチキタ正蔵さんです。チキタさんは旧良木町旧良木でおよそ100種類の菊を栽培していて、先端技術を導入し、県内でも最大規模で高収益の菊栽培を確立したほか、平成14年から18年間にわたり、佐賀県農業士として新規就農者の育成などにも尽力してきたことが評価されました。農事功労者表彰は、公益社団法人大日本農会が農事改良の奨励や功績が顕著で望ましい農業経営を実現した人を表彰しているものです。報告を受けた峰達郎唐津市長は、受賞おめでとうございます。これまで培われた技術と経験を生かしてさらに活躍されることを期待していますと、チキタさんの受賞を祝いました。こうして皆様方の力をもらってですね、これの賞ももらったと思っております。私だけの賞ではないと思っております。唐津の農業は中山間地農業でありますので、今衰退しているそういうふうな農業のですね、もう少し盛り上げられるように頑張っていかなくてはいけないというふうに思っております。唐津南高校の生徒が12月3日、港小学校を訪問し、児童と一緒に花の苗を植えて交流を深めました。港小学校と唐津南高校は、毎年高校生が育てた花苗で一緒に花壇を作り、交流を深めています。この日は唐津南高校の生産技術科2年生9人が、港小学校を訪れ、4年生12人と一緒に南高校で栽培されたパンジーとビオラの花苗およそ50株を植えていきました。児童は高校生から苗の植え方を教わりながら、プランターに一株ずつ丁寧に植えていきました。お兄さんお姉さんはわからないとこはとても優しく教えてくれて、こんなお兄さんお姉さんになりたいなと思いました。ちゃんと綺麗に綺麗に美しくずっと咲き誇ってほしいです。とても楽しかったです。丁寧に扱ってほしいです。上手にできてたと思います。大きく育ってほしいです。今回植えたパンジーとビオラの花は港小学校の玄関に飾られ、どうしたら花が長持ちするかを考えながら、今後児童たちが毎日世話をしていくということです。続いて唐津市消費生活センターからのお知らせです。高齢者を狙った悪質商法や架空請求についてのトラブルが増加傾向にあります。特に年金支給日前後は狙われますので注意が必要です。日頃から見守りと気づきで高齢者の被害を防ぎましょう。不審な契約書や請求書、宅配業者の不在通知などがありませんか？不審な健康食品や新品の布団など、同じような商品が大量にありませんか？複数社から配達された新聞や景品類はありませんか？水質検査などと称した不審な業者が出入りしていませんか？屋根や外壁、電話機周辺に不審な工事の跡はありませんか？
周りの高齢者が電話口で困っている様子はありませんか。預金通帳などに不審な出金の記録はありませんか。他にも不審なことや困ったことがあったら、消費生活センターや警察に相談してください。平日は唐津市役所本庁1階の唐津市消費生活センターで相談に応じています。電話番号は 73-0999。 相談受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日に相談したいときは、消費者ホットライン、局番なしの188、いやや、または佐賀県消費生活センター、電話番号 0952-24-0999 までご相談ください。相談時間は午前9時から午後5時までです。警察への相談は唐津警察署、電話 72-2101、 佐賀県警察本部警察相談室の電話番号はシャープ9110、または0952-26-9110です。以上、唐津市消費生活センターからのお知らせでした。続いて市内の公園をご紹介します。今回は肥前町農佐の農佐公園です。12月4日から10日までは人権週間です。これに合わせて唐津市では人権問題への理解と認識を深めてもらおうと人権問題啓発パネル展を行っています。パネル展は法務省が実施している人権週間に合わせ市民に人権問題への理解と認識を深めてもらおうと市が行っているものです。市役所本庁玄関ホールで行っているパネル展では、性別にとらわれることなく人として尊重することの大切さや、インターネット上で他人の悪口や差別的な内容を書き込まないなど、人権を尊重することの大切さをパネルで紹介しています。人権問題啓発パネル展は、12月10日木曜日まで、市役所本庁玄関ホールと大地交流文化センターで行っています。続いて来週放送する番組のご案内です。市議会本会議開催中は番組を変更し議会中継を行いますのでご了承ください。7日から13日までの特集番組は、唐津市玄海町生き方プロジェクト番組、生き方ノートのある暮らし、生き方編を放送します。
11月1日から唐津市で配布している生き方ノートやその使い方について3週にわたってご紹介しています。第2週は物語と解説を通して生き方ノートの活用法をご紹介します。放送開始時間は午後1時30分、午後8時30分です。7日から13日までの特集番組の再放送は唐津市玄海町生き方プロジェクト番組リーダーたちが語る生き方ノートのある暮らしを放送します。峰唐津市長、脇山玄海町長が生き方ノートのある暮らしについて意見を交わします。放送開始時間は午前9時30分、深夜1時30分です。7日から13日までの各課からのお知らせは図書館だよりを放送します。今回は新しい本の紹介とイベントのご案内です。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後5時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津では、できるだけ多くの人に見ていただけるよう、各番組を再放送しています。放送時間は、地方唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。また、インターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人は、ぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは市政広報課までお願いします。唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。